塾講師さん。あーちゃんこんにちは。こんにちは。以前あーちゃんがラジオで献血への協力を呼びかけていたので、先日高崎駅献血ルームに行ってきました。さすが行動力ありますね、太っちょさん。大学時代針が刺さらないとちょっと待ってください、笑っちゃった。大学時代針が刺さらないと断られてから献血には行ってませんでした。その前に献血をしたのは2000年だったそうで、その時は献血カーでの献血だったので、献血ルームに行くのは今回が初めてでした。すごく綺麗でとても快適、スタッフの方も親切で、いろいろと丁寧に説明していただけたので、リラックスして献血ができました。今後は定期的に献血に行こうと思いますと。嬉しいねえ。私も20代の20歳になった時にこれやらせていただいたんですね。この献血っていうイベントを皆さんにこう告知をさせていただいたんですけど、その時にまあ勉強したことなんですけど、早く言うと全然足りないと。1日平均3000人もの人が輸血を必要としてるんだよっていうのは学びました。その時に、え、それ1日ですかって言った気がします。そうなんですと、1日に3000人もの人が輸血を待ってるんだよと。だから磯石さん、注射が嫌かもしれませんけど、ぜひ協力お願いしますって言われてした気がします。で、10代20代の献血者なんですけど、なんか10年間で 30% ぐらい減少してるんですって。10年前は145万人だったのが今は100万人。数にしてみると多そうに見えますけど、でもやっぱ1日3000人必要ですから全然足りないですよね。で、20歳の献血って言ってるので、20歳から献血できるのかなって思ってたんですけど、実際それが違くて、実は 200ml ぐらいだったら16歳からできるんですって。でも倍の 400ml だと男の方は17歳、女の方は18歳から。なんで皆さんのね、周りにもしもそのぐらいの年齢の方がいたら、ちょっと献血に一緒に行こうってね、誘ってみていただけませんか。で、献血された血液っていうのは輸血用の血液製剤っていうのになってて、一番多いのはがんの方、がんのね、患者さんの治療に使用されることが多いっていうのもね、学びました。なんか自分だけが元気でいいっていうわけではダメなんですよね。その自分の元気を、その今病気になされてる病気の方に分ける、元気になってもらいたいって思いで、やっぱ献血って大切なんだなっていうことをね、改めて学びました。冬はね、特に少なくなってくるので、皆さんぜひご協力お願いします。太っちょ塾講師さん、ありがとうございました。そしてラジオネームトゥーパンプスさんからです。ランチタイムメール。昨日の夜リニューアルオープンしたポンチさんへ行ってきました。いいですね。開店前から行列ができていて満席でした。私はお店の方にご挨拶だけをして、テイクアウトのカレールーを買って、自宅で懐かしいポンチの黄色いカレーを家族と味わいました。そう、お店の中だけじゃなくてね、外で売ってるような写真見かけましたよ。で、萩原朔太郎にも愛されたポンチのカレー、そうみたいですね。現在は午後5時30分から午後9時までで、ランチタイム営業はありませんが、仕事の帰りにカレーをはじめとする洋食を楽しんでみてはいかがでしょうか。何よりも4代目となる息子さんを助けながら調理場で働くポンチのおばちゃんの姿をガラス越しに拝見して、目頭が熱くなりましたといただきました。新聞にね、おばさまのね、姿が載ってましたよね。あの方がずっと経営されてるんだなと思いました。創業99年、100周年まであともう少しらしいですよ。皆さんもね、商店街の中にありますので、ぜひね、行ってみてください。そしてラジオネーム、グラサンマスコおじさんです。最近流行りのランチタイムメール、自分も送ります。サバの缶詰とバッグのご飯と海苔だけですが、これでも平日の昼ご飯の中では贅沢な方なんです。そうやってね、節約してるんだよといただきました。いや、サバの缶詰美味しいですよね。あ、バッグじゃないや、パックでした。私そんなのバッグのご飯って思ってたんですけど。
すいません、ちょっと視力が悪いもので、パックのご飯ですね。はい、あと海苔。海苔の佃煮も美味しいですよね。私も大好きです。確かにそれ贅沢な食べ物ですよね。ありがとうございました。